レッツ大口博歯歯科クリニック。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。このチャンネルは皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。そして、私のチャンネル名のように入れ歯にしないお話をさせていただきますね。今回は前々回の動画で解説しました根管治療をしてなんとか残した歯を残念ながら抜かなければならなかった、そういう悲劇のお話をいたしますね。ご視聴いただき参考になることがあれば、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。先日たまたまですよ、歯科医師 YouTuber の歯磨き和夫先生がお話しされている番組を拝見いたしました。ご本人も歯が割れて一本義歯ですよ、 2,3 箇所に入れていられるというお話をされていました。その中で根管治療をした自分の歯が硬いものを食べている間に歯根が割れてですよ、歯を抜いたためにご自身も一本義歯を 2,3 箇所入れているというお話でしたね。つまり根管治療した歯ですよ、加減して噛んだり食べたりしないと割れることがあるということなんです。ご自身の体験というお話でしたので、とても実感がこもっていました。根管治療もきっちりと治療すれば長く機能する可能性は大きいのですが、お母さんからもらった状態では決してないということですね。まず最初に頑張って残した歯再び悪くなるとどのような状態になるかについてのお話もしますね。2番目に抜けて変化した歯や歯茎、そして骨がなくなった場合の治療の難しさについてね、お話をさせていただきます。最後の3番目については難しくてもそれを解決する方法についてお話をさせていただきますね。自分の歯に勝るものはないので、我々歯科医師はどんなに複雑な根管であってもアメリカのように簡単に抜いてしまうのではなくて、残すように努力してギリギリまで歯を使っていただくようにしているということなんです。ただし歯周病の歯をギリギリまで頑張っていくと歯の周りはどんどん吸収してしまいますね。これは抜かなければならなくなった歯の CT 画像なんです。歯の周りの骨が溶けてなくなっていることがわかりますね。そして歯を抜くと歯槽骨はさらに肺を萎縮で吸収して細くなるんです。歯が抜けて穴がぽっかり開くわけですから細くなることはわかりますよね。歯を抜いた後に骨が細くならないための治療法もありますが、残念ながら保険治療では認められてはいませんので自費治療となってしまうんです。自費治療であれば穴に向かって骨が吸収していかないようにコラーゲンスポンジを充填したり人工骨を充填して骨が細くなるのを防止するんです。そして歯が抜けた後の治療法について解説いたしますね。歯が抜けるとブリッジや入れ歯、インプラントで抜けた歯の代用をするわけですね。今回は1本の歯が抜けた場合について解説いたします。歯磨き和夫先生は1本の歯が抜けたために1本義歯を入れていらっしゃいましたね。
私の感想ですが、隣の歯を削ってですよ、ブリッジにすることもできるんですけども、これを避けられたとどういうことでしょうかね。まあ私も同感で、削られるよりは義歯もしくはインプラントを選択するんです。ただし義歯にした場合はですよ、噛む力が弱くて違和感もあり、食事が楽しくなくなりますよね。そして骨への刺激がないために、骨が肺を意識で吸収してしまうんです。一本義歯を支えるための両隣の歯が虫歯になったり、まあ歯周病になりやすくなるんです。前々回からお話しさせていただいているようにですよ、最優先で選択するのは何でしたか。これは世界でも常識でしたね。歯のない部分だけで対応し、残った歯に悪い影響を与えるように、これはインプラントを選ぶしかないんです。ブリッジのメリットはインプラントと違い、手術が不要ということなんですね。そして保険適用の材料を選択すれば、治療費の自己負担が少ないことなんです。ただし先ほどの骨が細くならない治療をすることはできませんね。そのためにブリッジのポンティックとシーグの間にギャップがこのように生まれやすくなるんです。食べ物が詰まりやすくなってしまうんですよね。そうすると簡単に言いますと、清掃性が悪くなりますよね。そして不潔になって臭いも出てくるということなんですね。インプラントの場合は手術をしなければならないという欠点を除けばですよ、噛み応えも清掃性においてもブリッジよりも優位性が高いと言えますよね。それでも歯を抜いて長く期間が経てば、どんどん骨が細くなります。簡単にインプラントが選べないことも実際にはあるんです。私がインプラントについて勉強し始めた頃ですね、骨移植や人工的に骨を作る骨造成ということを頻繁にやっていました。半ば諦めていましたね、これをするしかないと。ただし骨移植は患者さんの肉体的精神的費用的負担が大きいということなんです。これを悩み続けました。そこで試行錯誤をした結果、細くなった骨を広げることを考えたんです。今までそういう考え方はなかったんですけども、私はそういう経験をした後に、細くなったら広げればいいんじゃないかという考えに至ったわけなんです。ただし細くなった骨を広げることは、まあ、口で言えば簡単なんですけども、それほど簡単ではなく、市販されている手術器具では不可能であることを実感いたしました。そこで独自に器具を開発し、考案し、どんな状態の骨に対しても骨を広げることによって対応できるようになりました。必要は発明の母と言いますが、それまでご自身の歯で噛んでいた患者さんが自分の歯がなくなれば、これはとても悲劇なんです。そこで私どもは、ご自分の歯と同じように噛めるようになったらいいんじゃないかというその思いだけで突き進んでいましたが、それがですよ、実は実を結ぶことになったんです。その方法をオーブ式インプラント法と名付けましたが、詳しくは再生リストで紹介していますので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。今回のお話はここまでです。次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして2022年1月からは、皆様に安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエーツを設立いたしました。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。 OIA に所属している歯科医師は、APEX メディカで主催している私の講演を受講していただきまして、技術を習得され、またマンツーマンで指導を受けていただいております。今回も随時皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して掲載していきます。 OIA は営利目的の企業が運営するのではなくてですよ、大口博歯科クリニックの経営母体である医療法人が運営しているんです。医療法人は公益性が求められていますね。ですから営利至上主義ではありません。安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。